こんにちは。いつもこのチャンネルご覧いただいて、本当にありがとうございます。たった今ちょっと、病院から帰ってきまして、長女を、授かることになりました。ですがその前にちょっとまず祖父江選手の、ちょっと年俸の件についてはツイッターでいろいろ話したんですけど、まあ、自分なりにちょっとまとめて、簡単にちょっと話したいと思います。ですね、まあ、まずこれはその中日球団に対して文句とかっていうんじゃなくて、まあ、一応まあ同業者として、まあ適正なその評価がされてないっていう人たちに対してはまあある程度立ち上がりたいっていうか、まあ声を上げたいっていうのはもともとずっと思っているので、この話をします。まあちょっと簡単に言うと、まあその祖父江選手がまあその今日まあ推定年俸、2019年の推定年俸が2900万っていうところから、ダウンテージを受けたっていうところで、朝起きてからそれを目にしました。そして自分なりにちょっと一回簡単に成績を調べました。そしてまあ6年で、まあ、263イニング、防御率が 3.08、 ウィップが 1.23 で年平均44ゲーム44試合、投げてるピッチャーです。で、まあ、2900万、まあ、その後自分がツイートした後に、まあ、20分ぐらいに中日スポーツが、まあ、実は3500万もらってたっていうことを、書きました。まあちょっとまあタイミング的にもちょっと自分はまあ、いや変な感じしかしんひんけど、まあまあ、いろいろな力があると思うので、まあ、ただそれをちょっと、まあ、いろんな声があると思うんですけれども、ちょっといろんな数字を出して、ちょっと話していきたいなというふうに思います。まずその自分も祖父江選手のピッチングはもちろん見たことあるんですけれども、どういう場面にこの人が投げているとか今まで投げているというのは、まあ、正直わからなくて、まあファンの方からがよく言っているのは、まあ、ビハインドの場面で投げていることが多いっていうことを、見ていました。まあその体でちょっと話していきます。まあさっき言ったように6年で263試合272回投げてます。そして、まあ、年平均44試合で、まあミスしたというか、まあずっと1年間投げられなかったっていうのは今のところないはずです、僕の調べた限り。そしてまあもしまあまあ、ビハインドともし敗戦処理だったとしてもです、1年で、まあ、144試合、レギュラーシーズンが日本の場合行われますけれども、まあ、9イニングで全部終わったとして、まあ、その場合1296イニングあります。で、まあ、その要するにこのイニングを1296イニングいかに潰していくかということが、まあ、各球団考えることなんですね。だから、まあ、例えば200イニング投げるピッチャーが計算できる、まあ、喜ばれるっていうのはこういうところにあると僕は思ってます。して、まあ、その敗戦処理とか、まあ、そういうネガティブにこう取る人がいますけれども、まあ、これすごく大事で、まあ、いわゆる敗戦処理だとしても、まあ、負けてる状態だとします、まあ、その、まあ、4対1、まあ、4対2、まあ、もうちょっと離れたとしても、そこで投げるピッチャーって実はすごく大事で、まあ、そこで例えば5点とか、まあ、2点とかでも点数上げてしまうと、まあ、逆転のチャンスがなくなると、まあ、逆転勝ちっていうのはすごく、まあ、レギュラーシーズンの中でも多いですし、すごく大きいので、まあ、ここで投げるピッチャーっていうのは、まあ、セットアッパー、クローザーっていうのもすごく大事なんですけれども、まあ、ここで投げるピッチャーももうものすごく大事です。で、まあ、その逆転のチャンスを与えられる。で、この祖父江選手の場合は、まあ、防御率が通算防御率が 3.08 ということで、大体3イニングに1回、3イニングに1点、点を与えることになります。まあ、これだからすごく計算できるなと、まあ、いうふうに自分では思いますね。で、まあ、プラス型を作る回数、投げない試合でも型を作る回数というのはすごく多くなるので、投げてない日は休んでいるというわけではないということです。で、まあね、もう一つ、まあ、ちょっと、まあ、数年前の例えばそういう、ビハインドで投げるピッチャーと違うところは、もうより大事になってくるなと思うのは、まあ、近年、まあ、特に今年なんかも規定投球回に達する先発ピッチャーっていうのが、まあ、すごく少なくなってます。だから先発ピッチャーで、まあ、イニングがこう計算できないっていうか、まあ、稼げなくなってきてる状態ですね。だから今すごく日本の野球で、まあ、特に12回とかで終わるので、まあ、そうやってイニングをしっかり投げて怪我をしない、そして防御率も、計算できるというピッチャーというのはさらにこう重宝されるべきなんじゃないかなというふうには、自分は思ってます。で、ですね、こっちこっちやな、まあ、その
評価がどうとかっていうことを、まあ、その球団側は言ってるのを、まあ、僕は目にしたんですけど、まあ、2014年に、54試合投げて、11ホールドで、防御率が 3.11 で、この年に1200万円からこれ間違ってなかったらなんですけど1200万円から3000万まで、1800万上がってます。そして15年、33試合投げて2ホールドで、まあ、防御率は 2.70 で、400万円ダウンになってて、まあここで見たら、まあ、その、ホールドっていうところが、まあ、すごく大事なのかなっていうふうに、思います。で、2006年ダウンしました。そして16年は46試合投げて12ホールド。で、防御率 3.14 で、400万円アップですね。で、それが2017年が3000万円になりました。で、2017年が35試合、9ホールド、防御率 2.57 で100万円ダウン。でホールドが多分12から9に下がっている。防御率はいいけれども、まあ、ホールドが下がっているということで、100万円ダウンにしたのかなっていうふうには、まあ、思います。そして、2018年、58試合投げて17ホールド、防御率が 3.14。そして、まあ、ホールドが9から17に上がっているんですけれども、ここで、現状維持の、まあ、これは推定です。そして2900万のまま。で、今年が44試合投げて3ホールドで、3.10 でダウンテージっていうことでした。まあ自分がそのツイートした後の、まあ、20分後ぐらいにその中日スポーツが、いや実は2900万じゃなくて、3500万もらってましたよっていうことは言ってるんですけれども、まあそもそも、まあ、その推定年俸って何なのかっていうと、まあその球団の人とかそういうのに聞くと、まあその記者の人が勝手に書いてるんじゃなくて、記者の人がちゃんと球団の人に聞いて、このぐらいですか、このぐらいダウンですかって言ったら、まあ球団の人が正確な数字は言わなくても、まあそのぐらいです。はい、もうちょっと。とか、だからそういう感じで、推定年俸をみんなで、まあ決めるというか、その球団の人の話からちゃんと書くらしいです。だから、基本的にはあんまり大きな差はなく、逆にその推定年俸と実際の年俸が違う場合って、球団側の何かこう思惑というか、いうのが反映される場合が一番多いんじゃないかなっていうふうに思います。だからこの場合ももしかしたら周りとのバランスとか何かで本来は3500万だったけど、まあ2900万って言ってたっていう可能性がある。まあ3500万も、あくまで中日スポーツの記事なのでそれは本当かどうかちょっとわからないです。はい。で、まあ自分のそのツイートをして、まあそれなのかどうかわからんけど、まあ一応ファンの人からもすごいこう、なんでこんな上がれへんねんってことがあったと思うんで、まあ急遽その実は3500万でしたって言ったら、まあ見かけは悪くないんで、そういうふうにこう、情報の操作じゃないけど、そういうことをしたんじゃないかなっていうふうに、まあ自分は勝手に思ってます。はい。そして、まあただ、じゃあ中日球団が、じゃあケチなのかとか、まあそういうふうな話になってからそうではないっては思ってて、まあその、ですね、まあその、球団、各球団の平均年俸、っていうのがもうちゃんとこれネットにも出てるんですけれども、トップが、ソフトバンクだったかな、どこ行ったっけな、確かトップが、ソフトバンクで、その次、あ、じゃあトップが巨人です。すいません。巨人で6926万円。で、2位が、ソフトバンクの6538万円になります。そして一番低いのが、オリックスで、2654万円。で、その次に、中日で2973万円ということになります。これは、まあ、ケチかどうかじゃなくて、皆さんも分かってると思うんですけれども、要するにその球団のその利益とかによって、その選手に、使える球団っていうのは、使える額っていうのはもちろん変わってくるんで、まあ、この場合、まあ、ソフトバンクとか巨人とはもちろんすごく儲かってると思うので、選手にも使える。まあ、もちろん勝ちたいっていうのもあるやろうけど、ただ中日はまあ、中日とかオリックスに関しては何かしら、例えば自分たちの、まあ、プランとか、まあ、そういうのもあるでしょうし、まあ、そういう理由で、まあ、2973万円、中日、そうなってます。そして、まあ、なるべくやっぱ選手の年俸と抑えたいので、まあ、いろんな理由をつけて、まあ、日本の球団っていうのは言いますし、僕のこの経験じゃないけど、各球団なんか、まあ、一人や二人は、こう、球団にとってこう、なんていうのかな、言いなりじゃないけど、こう、年俸を全くこう、理不尽に上げてもらえないっていう選手っていうのはやっぱり結構いるなっていうのはずっと今まで思ってて、まあ、そういう選手がいると、こう、球団側も楽というか、年俸も、その、抑えやすいし、上がってもなんか、あやこや、こう、ケチをつけて上がらない。で、あかんかったらあかんかったら、まあ、ガクンと落とすっていう、まあ、やり方。そして、もう一つちょっと、まあ、日本の
球団というか、まあ、各球団なんですけど、まあ、結構な球団代理人、まあ、エージェントですよね、そういうのを認めてないっていう球団が結構多いです。まあ、それも僕はこうなんか権利の侵害じゃないけど、まあ、アメリカだったらそういうことは当たり前で、まあ、選手が交渉する権利っていうのは当たり前なのに、例えばそれを代理人とか使うと、まあ、もう次の年とか次の次の年とかに悪くなるとクビにしちゃったりとか、まあ、そういうのは結構あります。そしてまあ、減額制限ですよね。よく日本の野球界で決められる減額制限も平気で各球団超えてくるっていうこともしますし、それでじゃあまああかんかったら自由契約にするぞっていう、まあ、ルールっていうかその制度、まあ、それちゃんと守らなきゃいけないとかじゃないかもしれないけれども、まあ、そこをこうなんかうまく使われてるっていうふうには思うんですね。なので、まあ、例えば目立つ選手に対しては、まあ、先発ピッチャーエースとかクローザーとか4番とかそういうのにはこうバンって払ってやるけれども、こうやって縁の下の力持ちじゃないけど、そういう選手たちにはこううまいこと、まあ、交渉というか、まあ、そういうふうにせこい交渉をする場合が結構僕は多いっていうふうに思ってます。なので、まあ、その正直その祖父江選手の適正年俸がどうなのかっていうのは分かれへんけど、うん、まあ、間違いなく今の例えば3500万だったとしても、まあ、この数字とか、まあ、今まで の, その評価もこう一定じゃないし、まあ、今回言ってるその僕らのそのなんていうの、評価基準がどうとかっていうのを言ってるけど、こういうところを見る限り、まあ、あんまりよく分からない、まあ、っていうふうに僕は思います。まあ、だから、まあ、メジャーリーグでもそうなんですけど、やっぱりその敗戦処理というか、まあ、そのビハインドに投げるピッチャーでしかも怪我をしないでずっとしかも6年間投げてくるとなるとすごい重宝されます。やっぱり、1年間やっぱり144試合あったとして、まあ、半分、まあ、72試合負けたとしてもそこをやっぱり誰かが負け試合に投げなきゃいけない。じゃあそこで適当なピッチャー、じゃあ2軍から上げてきたピッチャーいけって言ってたら、さっき言ったみたいに逆転のチャンスもなくなるし、ちゃんとしたピッチャーがいてくれるっていうのは球団としてすごく大きいことだと、自分は思います。なので、まあ、中日球団今どのぐらい、ね、何位になってるかっていうのは正直わからないけれども、まあ他の球団からしたらもうすごくね、喉から手が出るほど欲しいっていう球団もいるかもしれへんし、まあなんていうのかな、まあ、その適正なこの評価っていうのをやっぱりこうしてあげないと選手もやっぱりやる気も出ないし、そこをモチベーションとしてやってて、しかも自分たちみたいに基本的に日本の野球って野球選手、まあ、アスリートってもう野球だったらそれまでずっと野球やってきてるんですよ、まあ、自分もそうだし。でなるとこう引退した後ってすごく生活がしづらい、他に例えば持ってるスキルっていうのが、まあ、すごくあまりないっていう選手が結構多いので、引退後のあれも大変だから、やっぱ今のうちに稼いとかないといけないから、まあ、こうやってちょっと理不尽じゃないけどよくわからないこう査定で、こう年俸が上がらないってなると、まあ、僕はすごくかわいそうだなというふうに思います。あと、まあ、そのツイッターやってて、まあ、こう今日とかでもこう中日ファンの、まあ、一部の中日ファンとかが、まあ、そのなんでお前関係ないのに出てくんねんとか、まあ、そういうの結構多かったんですね。まあ、多かったって、まあ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 かなっていう感じだけど、まあ、そういう人たちに言いたいのは、なんていうの、選手を本当に応援したいのかなっていうふうにすごく思います。自分が例えばファンの場合はやっぱり選手になるべくお金をもらってほしい、適正な、その査定で適正な金額をもらってほしいっていうふうには自分思うし、まあ、今回の場合はこうやってまあ自分いろいろこうデータみたいなことを出したけど、まあ、そういうところ観点から見てもいろんな観点から見ても僕は正しいとは思えないんですね。だからなぜその、まあ、自分がどうとか自分が何か言ってるから、まあ、気に食わないっていう人もいっぱいいるんやろうけれども、自分は言いたいのはその選手、自分たちのその応援している選手が、まあ、苦しんでる、いい思いをしてないのに、まあ、それをいい思いをする、権利があるのにそれをいい思いかしてない、まあ、その球団側のちょっとこう変な、査定で、そういう気持ちになってるのに、その人をなんでこう全力で守ってあげようとしないのかっていうふうにすごく自分は思います。まあ、でも言っても僕に言ってきてる、ね、その中日ファンなんて多分中日ファンのもう 1% にも満たないような、人たちだと思うんですけれども、まあ、ほとんど 99% の中日ファンっていうのはそういう正しいちゃんとした選手を守るっていう人たちなんだけれども、やっぱりそういう人たちがいるっていうのは、まあ、すごく自分は、まあ、残念だなというふうに思います。
ちょっと簡単でしたけれども、まあ、こういう感じでちょっと祖父江選手の、年俸について、話しました。あともう一個だ、すいません、その年俸調停に関してなんですけども、じゃあ年俸調停すればいいじゃん、なんで今まで契約公開してるのは、祖父江選手じゃんっていう人もいるんですけど、その場合日本だと年俸調停に行ってしまうと、もうほぼほぼ選手に勝ち目がないっていうのと、まあ、今までの歴史見ても大体3年以内にはその球団を離れているっていうことが、あるんですね。まあ、自分もこれネットで調べた情報なんで、まあ、正確になってるかわからないけど大体そのぐらいだそうです。なので年俸調停の制度はあるけれども、まあそれを使えないっていう、状態だと思いますね。で、まあ、さっき言ったみたいにこう例えばこれでもしごねたっていうふうになるとイメージも悪いし、まあそのなんていうのか、まずその次の年とかダメだったら一気に下げられる、あの時お前ごねたよなみたいな感じでガンと落とされるってことも多々あります、今まで見てても。なので、まあ、これは、なんていうのかな、その中日球団だけの問題じゃなくて球界全体としてやっぱり自分はその査定っていう部分をもうちょっとこう明確化、やっぱりあまりにもこのボワッとしているというか、ちゃんとこうこれだからこうっていうのがあんまりないようなところも結構あると思うんですよ。まあ、どんぶり勘定じゃないけど。まあ、それだとやっぱり選手もよくわからないし、うん、やっぱりモチベーションっていう部分でもやっぱり選手からしたら難しい部分も出てくると思うので、やっぱりみんな生活もあるしね。はい。だからまあそこはちょっと自分は気持ち悪かったんで、今日は、この話をしました。まあ、また、こういうことを言うかもしれないですけども、自分はあくまでもその祖父江選手、それとまあその適正な、その査定を受けてない、適正な年俸をもらえてない選手をやっぱ守りたいという気持ちで、自分はこれを話しました。今日もありがとうございました。